海苔とご飯とおかずがあればご飯いらんもん。おはようございます。全然台風じゃない窓の部分だけど、思いっきり曇りのジャブシティな朝食ボナペティ。もうさ、さっき食べたばっかって気分なんだけど、なんでだろう。ジューシー食べます。見てください。何これ。パン。ここに。ラッテハサメは長崎名物豚角煮まんの出来上がり。おいしい。食べたいね。うん、魚揚げ物。これ今日の白身魚の沖縄天ぷらソースでいただきます。ソースのねシークワーサー塩があってね、ソースにしました。柔らかい。どこまでが衣でさ、魚かわからん。衣だけだったんじゃない。そういうこと。天かすってこと。大きな当たり外れだ。なんかパンケーキ食べてるみたいで。パンケーキ天ぷらじゃなくて。一つちっちゃいのまだ。ソーセージ。オムレツラタトゥイユソースのせ。何ラタトゥイユって。ドレッシングかけすぎた。あ、魚類の乗せられない。野菜だね。すげえな。やっぱり白飯欲しいよね。ここに明太子、海苔好きだよね。好き。海苔とご飯とおかずがあればご飯いらんもん。あれ、ちょっとよくわからなかった。ん、だからちくわパンにもさ、海苔はいるわけよ。ちくわパンに海苔はいらんっていう人いるじゃん。なあ、ちくわパンがものすごく局地的だから、何のことやらわからんだろう。あ、これ、ベーコン&海苔。うん、今度はスクランブルエッグ明太子乗せて。やっぱり海苔。うん、はい、これ何ですか。いただきます。
ピーマンミスフレ。いやー何？中にジーマミ豆腐が入っててね、アンダースーだと思う。結構味が濃い。ジーマミだけはない。うん。こっちはジーマミだけ。こっち。うどん、とろろかけてきました。さすがにここに温玉かけるのはやめたよ。今日一回も温玉食ってない。おはようございます。うん、うめえ。ごちそうさまでした。